どうもピュアキングです。今日はトロールコースを含めていろんなコースやっていきます。でまず初めのコース、ショートトロールコース、スーパーマリオワールドスキン。説明文にトロール8つ、ネタ3つも消されて心ボロボロ、もうアイデアもやる気もないのに複数クリア NG です。遊んでくれてありがとう。まあなんていうかどんまい最低な慰め方だよな、どんまいってまあいいや、それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.71%。 そういや最近コメントでピオキングとコースどっちが狂ってるかわからないっていうコメント来たんですよ。はっきり言わせてもらおう、これを見てるみんなだよ狂ってるやつの動画を見るみんなの方が狂ってんだよ。はい、どうもこんにちは。まずこれを投げていいのかい？どうぞ。開幕先やろ。初めてすぐにさ、言葉にならない声を出すのやめろって。初見さんの方とか絶対いるんだから、なんだこいつって思われちゃうじゃんか。お前が一番なんだよ。なんかうすうす気づいたかもしんない、今日のコース、今日のコースはこのコースか。左左で行ってみようか。オッケーオッケー。多分ね、今日のコースはとりあえずマリオをやりに来まくるトロールコースだと思うな。はてなおだらく。そして右に追っておけば大丈夫だ。右に桜が落ちてくるとかないよね。で、Pスイッチ、これ上に行っちゃっていいのかな？あ、上は行けそうにないね。で、左下にメートがあるけど、このメート取っちゃっていい？メンタルボロボロ。あのメート取らなくちゃいけないのかな？なんか取らなくてもいいような気するけど、一旦早く取ってみようか。それで取ることはできた。さあ、進んでいこうか。多分このメートいるんじゃないかな。で、被ることはしなくていい。投げてオンオフを変えるんだ。そして、ちょっと待って、左が正解なんじゃない？お前出てくるの遅いってばめよ。いや、これはまだ上から行ける可能性がある。いや、どうしたんだろうな。結局上のツタもこっちに来そうな気するけど、まあまあ進めるもんは進ませてもらえないね久しぶりだな、この C 耐久劇場みたいなやつ。どうせお前やらせてくれないんだろ。分かってんだよそんなことは。で、右に青いメットがいるけど、あいつも違うと思いますよ。結局上から魚とか、まあ度数はないな、魚が出てくると思うよ。で、こいつもやられますと誰なんだよ結局。もういいって、お前までも邪魔すんだ左に戻させてくれって。で、あのでかいメットたちも違うと僕は見たね。で、この青いメットはこっちまで来ない。そうなんだな。いや、お前かい。ここで待っておいてみようか。そしたらボブ兵が出てきて、この上からどこに行くかなんだよな。上を出発しても何もない。左は？左も何もないばい。下は？え、ここ何？え、マジでわかんないんだけど、こっから右を出発しても何もない。この上に行けないんだよな、この…あ、なんかいた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 。どうかあるのか。うわぁ、来るな来るなもっとこっち来いよ。通信にかなんでここなんだよ。右に行かないように左を出発っちゅうことかな。いけ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 何も来るな。もうまだなんて中間ポイントまで何も来るだよ。なんか来るぞ。絶対まだ上から何か降ってくるでしょ。魚とか落ちてくるんじゃねえの。もうね、あの花の場所すらも怪しい。この花もなんか仕掛けてくるんじゃねえかまあそんなことはないとは思うんですけどね。で、ここは落ちないで今ね、分かんなかったと思うけど、上ブロックがあったんだよな。絶対ここ隠しブロックあるよ。ない。何かしてこい。何かしてほしい時に何かしてこい。何もないっていうのはね、実況者としてとても不安なんですよ。まったく不愉快ですよお前は簡単。うやー、ここは右の方でチョロプを倒せばいいっていうことは分かってんだ。で、ピー風船を取っていく。絶対上からキノコとか降ってくるって別にこの場所で倒さなくてよかったんだ。上に行けばよかったんだね。うわ、マジで怖え。何もするなよ。上から降ってくるとかそういうことはやめよ。何も生産性がないからね。僕はね、何もしないことやめよって言ってるでしょ。えちゃん、これどうすりゃいいの。ここで隠しブロックが隠されてるから下から行けってことか。こっちもしかしたら行けるんちゃう。で、これはストップって書いてる。止まれってこと。こいつ開けてくれるのかい。いや、絶対上からなんか出てくるよ。変わった瞬間すぐ左行こうか。え、これも下からたったそんだけでよかったんじゃないか。これはチビになって、チビになりたくないな。僕はもうこれ連打で行ってみせるぜ。いや、いけ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 
なんちゅうことすんだ。ズルなんてしないで、ここはちゃんとチビで行きたいと思いますよ。で、左おしっぱでよかったんだよな。左おしっぱで大丈夫で、右進み下の村よ。なんかチョロップみたいなやつがどんどん落ちてきてるけど、あいつに当たらないように行こうか。そしてすぐ上でいいでしょうか。で、お前は何をしてくるんだろうな。何かしてきたら許さねえかんだ。下でいいんだろうな。許さねえかんだ。あんな丸々なんかに引っかかるかよ。で、右ゴロクソガキが。ドアから出たらすぐ右のバネに乗っていく。ゴールをさせろ。Pスイッチを踏んだ瞬間何が出てくることは分かってる。だから左に行ける。おっ、あのパックンは仕掛けがまだまだ甘いんじゃないの。僕がどんだけやってると思ってんだ。いやとか言ってますけどね、本当にめちゃめちゃ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。疾走メットをかぶり1の2を駆け抜けろ。説明文は1の2を再現したつもりですが、記憶だけで作ったので多少ミスがあるかもしれませんって書いてるんだけど、このコースはね、サムネの見たまま床が全部針だと思うんですよ。だからメットをかぶって被弾するじゃん。で、その無敵状態を維持しながらゴールしろっていうコースだと思うんですよ。それの1の2バージョンとかめちゃめちゃ面白そうじゃんと思って、それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は0.59%。 じゃあノンストップで行かなきゃいけないんだろうな、きっと。ある意味1と2のスピードランっぽいね。いや、こういうね、疾走感のあるコースめっちゃ好きなんだよな。さあ、このロガーに入れば1の2開始ってことだと思うんだけど、下か。てっきり上だと思ってた。で、ここでメットをかぶってるから、この無敵状態を維持したままメットをかぶっていけと。で、次のメットはどこ？どこ？これか？どこくらいですか？こういうコースね、マジでめちゃめちゃ好きなんだよな。1の1とかでもお前なんで蹴るんだよ。集中しよう。次はちゃんと被りますよ。それや一番ないって。2個目のメットが結構距離あったから、ここでなるべく大ジャンプして距離を稼いだ方がいいと思うんだよな。で、ここで被っていく。よし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 。で、次のメットはないじゃねえか。多分さ、途中でブロックがあったから、それがメットだと思うんだよな。これこれこれ、多分これがメットだよ。あ、メット。次こそ取るぜ。パラシュートが生えてるとか分かった。で、こっから右ダッシュしてて、次はね、メットがどこにあるかなんだけど、意外と近くにあったら。で、次はメットと。お前はややこしい色してたはな。でも、まあやはり近いんじゃないんですか。このブラバの下からメットを取っていけば大丈夫。ここのメットよ、ここのメットをなるべく右側まで行って、この場所。いや、これいけるかな。多分ね、3つ目のメットの取り方、こういう取り方なんじゃないかなと。で、このまま勢いよく行っちゃったら取れるよ。なんでこんなに難しいの。僕壊れちゃうよ。パンツ破れても頑張って実況してるのにさ、その破れたパンツは今も履き続けてるんだよ。だからさ、僕に合わせてくれてもいいじゃん。ベッドを無視すんだ。失礼、見苦しいところをお見せしました。これでいけるんじゃないんでしょうか。さあ、ここでベッドをかぶって、次はこのとかゴール。もうゴールだって。早く急ごう急ごう、時間がないよ。次こそ絶対クリアするよ、みんな見てて。だから最初から喋ってるわけなんですけど、でもさっき遅いところなかったような気がするんだよね。まあ一つだけ怪しいところがあるとすれば、三つ目のベッドの場所、この場所だね。この場所からちょっとブレーキ、やっぱブレーキしなきゃ引っかかってしまうもんな。で、この場所右ダッシュ。残り3秒か。いや、3秒あればいけるんじゃない。頼む、右に降りて。引っかかっちまった。みんなガチで分かったかもしれん。このブロック、このブロックだから出すメットを早く取らなきゃ、結構時間ドロスになってしまうかもしれない。今もちょっと神々だけど、このままいっちゃいっちゃいっちゃい、もういいんだ。もう実況だってどうでもいいんだ。クリアしまえばどうでもいいんだ。こっかさ、引っかからなかったらいける。頼む、よーなんてよー。スコア出てんじゃねえか。頼む、次こそゴールしてくれ。やめていい。もう全ての攻略法は分かってんだ。あとはここに引っかからないでいけるだけ。やったもう実況でもなんでもねえよ
このコスの動画。まあ無事クリアできてよかった。久しぶりにこんな難しいのしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、毒サーフィンに乗れ一発マリオで、説明文に皆さん大好き毒のサーフィン、レッツゴー。サーフィンが得意な人はかなり簡単なコースになっています。ということで、これはね、大量の高速溶岩リフトを使うことによって波乗りのように見せるようなコースだと思うんですよ。まあその景色を見たことある方いるんじゃないのかな。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.92%。 いや、これね、見つけた時マジでめちゃめちゃ面白そうって思ったね。で、ゴール条件が50コインを3枚取ってからゴールか。で、何が面白そうかって言ったら、このドクロリフトに乗りながらやっぱ進むっていうのがめちゃめちゃ好きなんだよな。っていうか、これ右ダッシュでいい。とりあえず右ダッシュしていこうか。ちょちょちょ急にそれは分からんて。これね、多分最初から右押し一発しなきゃ綺麗な波ができないと思う。ほらほらほら、めちゃめちゃ綺麗な波になってるでしょ。で、これに乗り継いでいけっていう感じだと思うんだよね。で、50コインを3枚取ってからゴールって書いてたから、多分どっかに3枚隠れてんでしょうね。なかなか邪魔るまる。いいところ見つけた前、この真ん中がアンチなんじゃないかな。ほらほら、丸丸もガリガリも当たんないでしょ。だからこの真ん中、ということでずっとこの真ん中に折れるように意識しながらやっていこうか。で、まだ50コインが全然ないんだよ。あったあったあった、これが1枚目で、2枚目はどこ。これは上に行かなきゃいけないので、ちょ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 、まーる勇気はと緑のドクルマン。もうね、しょうもなすぎて、これをいつも編集してる時に動画化しようかな、どうしようかなって悩む僕の気持ちになってほしいわ。さあ2枚目取れた。ここちょっと難しくないですか。さあもうすぐ2枚目があると思うんだけど、ここ取れよそれ。1枚目はいいんだけど、2枚目の後が結構鬼門なんだよな。多分ここ、ここで早めにジャンプしてこの波に乗る。いや、ちょっと3枚目よ、3枚目のとこ。いやいや、これはね、まだまだ続きがあってほしいぐらい楽しかったですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、紳士たれ説明文に女の子には優しくしましょうって書いてるんだよね。まあ当たり前のことですね。で、サムネを見るか、ジプンプンが女の子っていう設定だと思うんですよ。設定っていうか、プンプンは女の子だよ。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 0.99%。 まあゴール条件はないんだけど、あのプンプンを触ったらいけないとか倒したらいけないとか、そんな感じなんじゃないかな。いや、それだったら結構難しいと思うんだよね。結構幅狭かったじゃんこれは。あー、一応キノコもらえるんだ。で、右にはゴールポールと鍵があるから、やっぱりね、鍵を取っちゃうんじゃないこのプンプンを倒したらさ。だから触らんようにしよう。あ、これでずっと右に行くっていう感じか。あー、はいはいはい、これは結構余裕かもしんないよ。このプンプンを避け続けるだけでしょ。で、プンプンなったらいいんだろうな。で、影は踏んでもいい。どれが本物だったっけ。なんか色が濃いやつが本物だったよね。いや、余裕余裕余裕。お前どこ行ってんだ。いや、これさっさ右に行っちゃわない。いや、そんだけしか行かないのか。ちょっと待って、ちょっと待って、プンプンやめて。ブーメランは踏めるのね。めちゃめちゃ怖くなってきてない。いいところにいた。楽しいねこのシリーズ。ただプンプンを避けるだけなんだけどな。あ、手裏剣が一番見やすいかもしんない。手裏剣が青かったら偽物だよね確か。だから青い手裏剣を踏んでいけばいいんだ。一回ごめんよプンプン、一回踏んじゃって女の子には優しくするって言ったもんな。お前は何なんだスネオ、その意味は何。じゃあ一旦右に行きます。で、青は青を踏んでおく。で、なるべく端っこに隠れておいた方がいいんじゃない。絶対それがいいよな。ちょっとでかっ。お母さん出てきた。ちょっとお母さん待って、お母さん。今日の動画は自分が何を言ってるか分かんなくなってきましたよ。ちゃんと日本語喋れてる今日。まあそれでいいもんな、そういうチャンネルなの。それで楽しいって思ってる方だけ見てくれればいいんですよ。さあ、ここは一回当たってしまった。右上の方に逃げておく。いや、この辺がやっぱね、一番アンチなような気がする。で、来たらジャンプして逃げるみたいな。バレー、確か50何秒ぐらいの時にお母さんが出てきたような気がするんだよな。あの2個目のちくわブロック、ちくわブロックじゃねえ、このスネークブロックが出てきた出てきた。ちょっとお母さん、いや、お母さんも振ってもらおうか。娘たちよ、何をやっているんだ、そんなにプン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 してから。お母さんはちょっと待ちなさい、私の言うことを聞かないか。お父さんの言うことを聞きなさい。
みんな可愛いね。でも女の子がそんな物騒なもん投げちゃダメだよ、嫌われちゃうよ。アニメの世界とかだったら意外と人気出るかもしれないけど、現実だったらそんなに人気が出ないと思うよ。本とか読んでた方が人気が出るから、そんな物騒なもん投げるのやめようね。お母ちゃんもやめよう。そんなでかい手裏剣なんかさ持たなくていいじゃんか。離婚しちゃうよ僕。いや、ここまでデカ状態で来れたのはでかい。いや、最速クリアが1分ぐらい経ってから、もう少しでクリアできるんじゃない。くっ、やっ倒す。でもちょっと踏んでいこうか。意外と踏んでないもんじゃ。あの土管に入りさえすればいい。バッとこー。もうね、最後らへんにやると分かる、この分身とかね、見分けがつかないのよ。もうぐちゃぐちゃすぎてさ、頼む、右の土管のところまで入れさせてくれ。もう何個からだよ。ブンブン、もうそれ以上俺に何かしたらペアになるぞ。うっ、マジでめちゃめちゃ難しかったねこれ。いやでも素晴らしいコースでした。どうもありがとうございます。